西暦95年に死のコンテストで優勝した11歳の子供を記念するローマのサラリアモにある記念平ラテン詩はラテン文学における詩である。ラテン詩の歴史はギリシアのモデルを適用したものと見られる。ラテン文学の現存する最古の例であるプラウトスのシコメディは紀元前205年から184年頃に書かれたと推定されている。学者たちは基本的に ラテン文学の起源をギリシア人奴隷のルキウス・リウィウス・アンドロニクスが紀元前240年に上演した詩の儀曲とする。ルキウスはギリシアのコメディをローマの聴衆のためにラテン語に翻訳したがギリシア劇場の陰律を変えることはなかった。ルキウスの後継者であるプラウトスト・プビリウス、テレンティウス・アフェルの二人はギリシア劇場から持ってきた詩を古典ラテン詩の陰律に変えた。 事実上、リビウスの同時大臣であるエンニウスは、ギリシアの女子誌の伝統的な韻律である、ダクティルヘクサムトロスをラテン文学に導入した。後期共和制ローマでは、カリマコスに影響を受け、イタリア地方出身の都会的で裕福な若者で構成されたネオテリック派の詩人、カトゥルスなどが現れた。カトゥルスは、カリマコスと同様に、短い歌の好み、 様々なギリシアの陰律を用いた。ホラティウスは、共和制ローマから、ローマ帝国に及んで、カトゥルスと同様に、ギリシアの叙情的な形式で書いた。このほかホラティウスの詩は、アルカイオスやアルキロコスに影響を受け、アルカイオス封印文やアイアン部を用いた。ホラティウスは、ウェルギリウスの同時大臣であり、ダクティルヘクサメトロスで詩を書いたが、会話と書簡を用いた。 ウェルギリウスのヘクサメトロスは一般的にラテン文学において最高の因率法とみなされている。ありがとうございます。